昨シーズンのナショナルリーグ MVP ハーパーが大谷について語った翔平には花があるメジャーのスーパースターだみんな成功するのを見たいんだ6月3日日本時間4日 エンゼルス対フィリーズ戦の初戦。2021年の両リーグ MVP が、お互いのキャリアにおいて初めて対戦した。この試合、フィリーズのブライス・ハーパーは4打数2安打、2本塁打、4打点。対するエンゼルスの大谷翔平は3打数ノーヒット、1死球だった。二人は明暗を分け、フィリーズが10対0で対象した。 試合後、記者会見でハーパーは大谷について語った。小平を見るのは、いつも楽しいよ。彼はスーパースターだ。そこにいるだけで花がある選手だ。彼の試合の運び方や、投球は、テレビ観戦ではわからない。彼が自分の仕事をするのを見るのは、とても楽しかった。見ていて嬉しくもなった。 彼がメジャーのレベルで、投打ともトップレベルで二刀流をやっていることは、とても印象的なことだ。彼と同じことをできる選手などはいない。本当に素晴らしい選手だよ。ハーパーは、ナショナルリーグを代表する選手らしく、穏やかに記者の質問に答えていた。まさに MVP の振る舞いだった。今シーズン、 肘の怪我がありながら戦うハーパーの思いはどうなんだろうか。右肘の状態が思わしくないハーパーは、4月17日以降、DH として出場を続けている。右肘内側側側副じ帯に損傷が見つかり、ボールが投げられない状態だ。PRP 注射の治療も試みた。走行手において全力プレーを心情とするハーパーにとって、 ライトの定位置につけない現状は、ストレス以外の何者でもない。それでも彼はチームのため、ファンのため、そして自身のために DH としての出場を続けている。実はハーパーも大谷と同じように、チームのポストシーズン進出への強い思いがあるのだ。フィリーズはヤクルト、近鉄でプレーした、チャーリー・マニエル監督の時代。 11年に地区優勝を果たして以来、10年間ポストシーズン進出を果たしていない。今シーズン開幕時の総年俸は、ナショナルリーグ3位の2億3700万ドル、約308億円だ。ポストシーズン進出に向け万全の準備を行っていた。しかし、5月後半の15試合は4勝11敗。 ジョージ・ラルディ監督は責任を取らされて、エンゼルス戦を前に解任された。この件についてハーパーは、開幕からの2ヶ月間、ポストシーズン進出へ向け、チーム一丸となり、プレイしていたが、それがうまくいかなかった。しかし最後まで決して諦めない。自分の仕事に集中し、全力でプレイする姿をファンは楽しみにしている。 我々は前進するのみなんだ。エンゼルスも、14年以来、8年ぶりのポストシーズン進出は念願の目標だ。チーム総年俸は、やはりアリーグ上位、4位の2億608万ドル、約268億円。5月最後の15試合は、5勝10敗。ポストシーズン進出への思い、総年俸、 最近のチーム成績など両チームはどこか重なり合う部分が多いように感じる。14年以来、8年ぶりの11連敗も喫した。大谷は、チームの低迷と同様、投打とも不調が続いている。5月16日以降、6月6日までの成績は63打数12安打、3本塁打、打率1割9分。 投手としては、3試合の登板で2敗。防御率6.60だ。この間に、股関節と腰の違和感についても明らかになった。それでも大谷は体調と、パフォーマンスの関連性を否定する。自己ワーストの、1試合3ホームランを浴びた、6月2日のヤンキース戦では、こんなことを話している。 メカニックはそこまでいい動きではなかったですし、それがボールに出ている感じかなと思います。体調はそんなに悪くなかったですね。大谷は結果が出ていない理由を、決して体調のせいにはしない。出場する以上、そのプレイに責任を持つからだ。シーズンを通して、体調が万全な選手などいないだろう。今シーズンの大谷に関しても、 万全とは言い難いのではかいだろうか。チームの主力選手として、ほぼ全試合、二刀流出場を続けている。ハーパーは苦しいチーム事情、自身と同じで万全ではない体調を感じ取りながら、大谷について語っている。このリーグで成功を収めた選手との戦いは本当に楽しい。それは誰であれ、将兵もトラウトもね。 今夜の試合で、彼らは良くなかったが、彼らのプレーを見ることができた。ファンはみんな彼らが成功するのを見たいんだ。選手も自分のやっていることで成功を示したいんだよ。それがこのゲームを素晴らしいものにさせるんだ。ファンにとっても、そんなゲームを見たいんだよ。そして、それが何よりもチームのためになるんだ。 ハーパーは、疑似故障を抱えながら、打撃3部門で今シーズンもナショナルリーグ上位につけている。大谷も、今回の3連戦で、怪我を押して全力プレーをするハーパーを見て、感じ取った部分も多かっただろう。エンゼルスとフィリーズ。共に、今シーズンはポストシーズン進出が悲願だ。大谷にとって6月は、 過去4年間で一番活躍している月だ通算で打率3割2分3厘22本塁打と最も成績がいい大谷とエンゼルス6月の巻き返しに期待したい